でこのチャンネルで、うん、そういう件について、うん、動画を出してないんですけど、はいはいはい、まあ、今回初かもしれないですけど、これほんまに問題ですよ、こんなあのね、むずいな、どっからね、一個一個言っていった方がいいのか、そうむずいんですよ、それも分からへんね、俺も。皆さんにこのニュアンス伝わってるかな、伝えたいよね、このヤバさを、うん。J リーグによりますと、今日ガンバ大阪で選手ら5人に新型コロナ陽性が判明し、今後の試合開催などについては改めて発表されるということです。はい、今バイト中なんですけども、先ほどで、ガンバ大阪の公式から、大分トリンダ戦の中止が発表されました。ちょっとね、思わぬ形でね、一番大変なのは、選手や関係者、サポーターの皆様やと思いますので。誰やお前は。そう、チェックオンやん。誰やん。チャーミングチャーハン川原や、俺は。コロナでこういう動画上げました。勇気づける動画上げました。はい、これ、選手届け、関係者届け、はい、サポーターの皆さんにも届け。内田篤人がさ、CM で、なんか、ユニフォームに書いて、共に頑張りましょう、みたいな、やってて、いいや。だから、そういう影響力があって、うん、多くの人をね、うん、励まし、出る。そこまで行ってから、まずやれよっていうのが、まずあるんでしょ。このやり方するならね。うん、このやり方するなら。いやいや、逆に、お前ら嫉妬してんだよ、俺が。知ってない。いや、じゃあね、じゃあね、このツイートにな、その、俺、すごいいい人でしょがもう溢れ出てて、見てられへん、マジで。しゃあないやん、それも。えぐみが。えぐい、ほんまに。悪取ってない鍋みたいな。もう、含まれへん。ちゃんと歌ってる動画側に貼られてる。うんうんうん。いや、関係者、サポーターの皆様やと思いますので、歌います。俺らにできること、みんな分かってやろう。さあ、歌おう、歌おう。誰のため、大阪のため、さあ、歌おう、歌おう。今黙れ。なんでやねん。なんか歌うわけでもない。本気で歌うわけでもない。一応バイト先やから。そのバイト先で、いい、まあ、とか歌われへんよ。めっちゃええやん。リズムもリズムも。この文面で、うん、歌め、なんか、全然そうそう、ちゃんとでもなく、普通の歌歌ってるとかでもええわ。この、そうそう、俺らが。ふざけてるやん、絶対、もう絶対あかんよ。こっちの方が元気出るぐらい。普段ふざけてるけど、真面目な男とかあるやん。だから、それギャップ。モテるって書いてて、モテるって書いててなんか、それが、だから、見えすぎてて、うん。普段ふざけてるけど、なんか、いいよ、思われたいから。なんかほら、そういうムードなったら、真剣なムード出すみたいな男おるやん。それってかっこよくないやん。俺かっこいいと思ってんけちゃうんか。いいねいくつよ。いいねだね。155。これ155人どう思ったの。だから、だからそう、いいねした人は多分純粋な気持ちでいいねしてると思う。そうそうそう。自分が騙されてるってことに気づいてない。騙してない気づいてないっていうか、まあ、これを騙して俺ビジネスするやつわかるけど。気づいてないって言い方はちょっと悪いけど、うん、そのほんまに疑いすら持たずに、うん、あ、いいやんっていうその純粋に励ましたらって言ってるけど、うん、励ましてる側に問題がある。俺こんな言われる思ってなかったわ、このツイート1個で。いや、これに関してはでも大賛同得てもらえると思ったわ。むしろなんか褒められると思って、俺岡村に、うん、川原アンテナ張ってるなじゃないけども、しっかりそのあのかゆいとこに手が届く人やったら、ツイッターもうセンスないと思う。ツイッターお前やめたら、もう腹立ってきたらタバコ吸ってんじゃん。お前らはそのお笑いやりすぎて頭おかしなってるって。違う、これはお前らみたいな、はい、その性格がうねり曲がったやつにやってるわけじゃなくて、はい、純粋にコロナでこうなって、はい、やっぱガンバを生きがいにしてる人ってみんなおんねん。ガンバが勝つことによって生活が充実したりとか、俺もその一部やん、俺らも、まあそうだね、ただお前らはその一部かもしれんけど、性格がひねり曲がってるから、俺はその一部純粋な気持ち、もう悟空、孫悟空のような気持ちで、きっと乗れる。そうそうそう、乗れる乗れる、元気なもん出せるし、お前はもうほんまフリーザーセルみたいな、ほんまに、やばい、異常者の集まりやろ、ほんま。だから普通にいいものをいいって言われへん、その感じ出てるよ、ほんまに。あかん、ほんまにもう、まっすぐならな。子育てとかできへんで、そんな性格じゃ。子供はまっすぐやからね、子供って純粋なものしか見えないですから、ほんとに。いやいや、子供にはこれは、気づくと思うよ。
気遣いの子供は気づく。気づくってどういうこと？俺まっすぐな気持ちでやってるから気づくとかないよ。俺これで何か偽善でやってますみたいな感じじゃないもん。偽善とかじゃないもん。そうそう、ほんまにそう。仮にさ、じゃあ逆に浜がさ、あんな動画上げてたらどう思った？ツイッターで。感動した。薄いなぁ。これは埋まらん。無理かも。無理かもしれん。埋まらんかもしれん。いや、めっちゃ泣くかもしれん。いや、これちょっと問題やろ。これ問題やろ。こんだけずれてたら。めちゃくちゃいいと思う。あっつーってなる。あ、いい男やな。ハートの人やって。逆に川原も普段ピンポイントとかやってる人やけど、こういうとこやってあっつーってなると思ったの。で、ついてきてくれると思った。二人が。結果もう離れて、結果ツイッターやめた方がいいって言われて、あのね、これすごい難しいんだけど、ちょっと言語化してるかな、ちょっとこれ、まあ、うん、ちょっと思うのは、クパクパチャンネルの公式のツイッターで、はいはいはい、川原のインスタのストーリーとか、うん、痛い系のツイートみたいな、うん、あ、誰がいじってんの、すごいいじるやん、岡村がいじってんの、浜がいじってんの、あれもちょっと、どっちでもいいね、喧嘩しようかなと思ってたから、どっちでもいいって言って、みんな、どっちでもいいって言って、どっちでもよくない、俺、お前ら、俺ら2人だけじゃない、みんな。どういうこと？二人だけじゃん。マジ？え、な、哲学？何？それって、まあ、表面上はね、辛辣なこと言ってるかもしれませんが、うん、まあ、愛がある。そう、皆さん面白いんで見てあげてくださいっていう。一応、拡散のために見せて、それ意味はあれじゃないですか。うん、そう伝わる。うん、それはこれだ。これの男女とか豆棒とかに関しては、うん、あの、イクパパチャンネルのオフィシャルのやつは一切触れてませんからね。これ気づいてます？真意を、まず理解なされてますか？いや、理解はしたよ。だって、岡村の個人アカウントで、ボロカスに俺のこと見てたから。しかも、ボロカスに言ってた、ほんま、俺ちょっと探すわ、これほんま。違和感の正体が分かりました。僕らって、どこかでこういうやり方でガンバサボの支持を得ようとしないっていうポリシーがあると思ったんです。ああ、いいこと言ってるわ。それをまさか身内が破るとは思っておらず、びっくりしました、つって。これマジでほんまに TH さん、うん、お気の毒です、心中お察ししますって意味やから、いいこと言ってる、何を意気投合してんねん、めちゃくちゃそれは共感した俺も、あ、でもまさにそういうことかも、でもちょ、俺分かったわ、うん、めっちゃ、俺が分かったから、お前ら俺で終わった、いやいや、一個バリ反論があって、それ思い出した俺、だって藤原選手がさ、なんか一時試合で、なんかあんま調子良くなくて叩かれた時があって、藤原弘樹俺って、藤原弘樹俺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 、ほんでツイッターでめっちゃいいね。ついてガンバサポ系 YouTuber としてもっと応援してあげるような、マジそういう意味ないですよ、ない、それと何が違う、藤原レフティファイターと、藤原のレフティファイターの動画は別に何も言ってない、ね、これ届けとか藤原選手届けなんて言ってない、ただただ藤原秀樹のちゃんとあのタイミングで会えるっていう格好したみたいなのが、え、じゃあ俺はさ、もうその文言とか Twitter につけずに俺らにできることって歌ってたら、うん、かっこよかったとか、まだマシや、まだな、まだマシってなんか、そのさ、誰がやってんねんとか言うや、うん、俺らって夢を持たせる仕事でもあるやん、その俺は夢を持たせてるわけじゃない、俺は普通に笑ってほしいだけやから、感動させたくてやってないから、こっちはじゃあもうそもそも方向性が違ったの、俺はさお前ら笑かしたいだけ、俺は夢を持たせたいだけ、たまに感じてたよな、たまに感じてたよその方向性の違いに関しては、俺何をつぶやいたらええもん、これからだから、もうずっと毎日演歌あげるとか、いやもうやばいって、なんで俺イコール演歌みたいになってんの、いやその R&B でもいいし、レゲエでもいいし、絶対ピンポイント、そう、なんでその毎日ピンポイントでもいい、毎日ピンポイントでもいい、ほんまにそういうのの方が、うん、ガンパさんも元気出ると思うね、うん、いやほんまそうやと思う、うん、こう、まあ、しんどいのはみんなもう分かってるから、うん、なんか普段通りというかな、そうそうそう、いちいちそのしんどいことまた掘り起こされて、そう、元気出せとか言って、られても打たれても、そもそもその川原がも、あ、みんなこういうチェック音像を求めてるんだなって想像してるチェック音像と、ずれてるよ、ね、実際のチェック音像がずれてるんだよ、みんな。チェック音像って。チェック音像。チェック音、チェック音って。もう噛んだわ。やる気なくしたわ。噛むやつ嫌やわ。やそれはもう絶好。ちょっともっともっとね、他のところと交流した方がいいかもしれない。他のところ、ああ、なんか最近ガンバの YouTuber とかちょっと増えてきてるやん、ああ、増えてきてる、なんか連絡くれないとか、あの、で、僕頑張ってくださいねみたいな DM 送ってるんですけど、川原だけやったらマジでゲスト出演いくらでもオファーしてくれたらそれ、なんで俺そんな人中みたいな扱いになってんねん、ちょっと修行してきてるああ、確かに、その人とやっぱガンバをどう伝えるかってことをデゲエコ行ってこい、デゲエコ、デゲエコ
いやもう、なんぼでも出る。俺は別になんぼ、どのチャンネルでも出るよ。そこで、その、そこで、ここの感じでやってたら、うん、それをやるやんと思う。多分俺でも思ったらカッコつける。うん、だから、それをなくすために。なんで、あの、YouTuber の皆さん、チェックをお貸ししますので。チェックをお貸しします。チェックオンデーゲーゴ企画始めますので、今年。誰が借りんのこれ。いつでも DM ください。いや、ほんまに。YouTube やってる人はもう全然もコラボします、はい。どのチャンネルにも出ます。修行します。はい。いいかもね。でもちょっと面白いかもね。ガンバ関係の人。私もなんなら今これ見てるサッカーで YouTube 始めようかなって思ってる人とかも。あ、ほんまチャンネル登録3人とかでも出ますよ。全然。はい、3人とかでも当たり前ですもんな。そんな差別せえへん。そう。でもそうやな、ガンバサポの女の子とかも YouTube 始めたらいいやんね。そしたら女の子とコラボ。女の子と2人やりたいだけやん。いろんな人とためになるっていうか、俺のためになるっていうか、うんうん、俺が成長できるし、それは、うん、全部やる。